小鳥のお部屋、事件ファイル。ルジ学習塾小6女児殺害事件。2005年12月10日午前9時、京都府宇治市の学習塾、京進宇治神明校で、女子小学生の児童が、刺殺される事件が発生。犯人の萩野優は、周囲では有名なロリコンで、犯行前から、そういった変態的趣向を強く持ち、さらに被害者の少女には、しつこく付きまとっていたという。この事件では、数々の殺人事件を扱った、ベテラン刑事ですら、目を覆うような事件現場だったという。事件の経緯。今回の変質者、萩野博士、当時23歳は、同志社大学4年生で、当時、京都府宇治市にあった学習塾、京進宇治神明校で、アルバイト講師として働いていた。萩野は午前9時2分、自ら携帯電話で110番し、女子生徒を包丁で刺したと通報した。110番後、京都府警ルジ警察署の警察官と、消防署員3人が、現場に到着。事務室にいた男性事務員は、事件を知らなかったと、驚いたという。警察官らが手分けして、各教室を回った結果、106号室のブラインド越しに男の足が見え、男は、窓と教室最前列に置かれた、ホワイトボードの間に立っていたため、警察官らが入ろうとしたが、鍵がかかっていたため、開けなさいと、声をかけドアを叩いたが、萩野からの応答はなかった。それから数十秒後、萩野は無言でドアを開け、警察官らが中に入ると、萩野は血だらけの手で握った携帯電話で、誰かと話していた。その近くで、さやのちゃんが仰向けに倒れており、その周りは、血の海だった。床には2本の指と、凶器に使われた包丁が落ちており、壁には血しぶきを吹きかけたかのような、血で真っ赤に染まっていた。その光景は、数々の事件を捜査した刑事すら、目を覆う光景だったという。さやのちゃんの首の左右に、ほぼ同じ幅の傷があり、左から突き刺さった包丁が、頸動脈を切り、そのまま貫通していた。さやのちゃんはすでに、心肺停止状態だった。京都府警は、萩野優を殺人の疑いで現行犯逮捕した。その後の警察の取り調べによると、萩野は、さやのちゃんに受け入れてもらえず、自信がなくなった。殺さないと精神的に立ち直れないと思った。さやのちゃんがいなくなれば楽になると思ったなどと、気違い丸出しな妄言を供述した。犯行当時、現場となった106号教室には、さやのちゃんと萩野の二人だけだった。この直前には、生徒13人がいたが、萩野がアンケートを取ることを理由に、さやのちゃんを除く12人と、試験監督となる別の講師、当時22歳を、校舎反対側にある、101号教室に移動させていた。この際、教室を移動するよう書いた貼り紙を、事前に自分で作り、教室の扉に貼り付けていた。また、さやのちゃんが逃げないよう、部屋に鍵をかけていた。教室内の映像を映す、事務室のモニターの、電源コードのプラグを事前に抜いており、包丁2本は、自宅近くのホームセンターで購入。さらに事件前日には、ハンマーを買い足しており、いずれも新品で、自宅からカバンに入れて持参し、教室に持ち込んでいた。萩野は当日、学習塾に来る予定はなかったが、突然塾に現れ、国語の受験に関するアンケートを取りたいと、試験監督係の講師に申し出た。事件後、学習塾側の説明によれば、アンケートは、試験前にすることは、今までなかったという。さやのちゃんの、萩野の授業を受けたくないという申し出により、
学習塾の校長、当時32歳の判断で、12月から萩野の授業の受講をやめさせた。事件当日に予定されていた中学受験の合否判定テストでも、さやのちゃんと萩野の関係を懸念した校長が、試験監督を萩野から別の男性講師に変えていた。しかし、凄惨な事件は防ぐことができなかった。この学習塾がある地域では、小学生の保護者らが、自転車で地域のパトロールをしていたが、安全であるはずの塾での殺害では、止めようがなかった。京都府警の調べでは、首を貫通するほどの負荷での傷が、致命傷になったという。また、司法解剖の結果、さやのちゃんの死因は、首の右側を切りつけられたことによる失血死と判明。顔や手にも、十数箇所の切り傷があった。犯行に至った時間は、約5分間だったと断定。萩野は逮捕当初、口論になった。日頃から相性が悪く、二人きりになって、あっち行ってと言われて、カッとなったなどと、好き勝手な供述を展開。しかし、事前に包丁を購入したり、自作のアンケートを用意したり、さらに防犯カメラのプラグを抜いたりしていることから、京都府警は、供述内容に矛盾があり、計画的犯行であるとみて捜査した。京都府警は、事件翌日の11日、萩野宅などを家宅捜索。その結果、自宅のパソコンや、塾の出勤簿など、6点を押収した。また、萩野は精神病院に通院歴があり、薬を飲んでいると供述しているため、警察は、犯行当時の精神状態を調べるため、鑑定留置を検察と検討したが、事件の経緯と性質から、犯行の計画性がさらに強まっていることで、責任能力を十分問えると見た。凶悪犯、萩野優の異常性。萩野はさやのちゃんに、なぜ刃物を向けたのか。その不可解な理由には、萩野の歪んだ性癖と、得意なロリコン性質が原因だった。殺害されたさやのちゃんは、2005年3月頃から、この学習塾に通っており、5月11日、萩野は塾での授業終了後、国語の個別指導ということで、さやのちゃんを一人残して、約1時間20分にわたり、学校は楽しいか、塾は楽しいか、お父さんは好きかなど、意味不明な質問をしていた。それに対し、さやのちゃんは、学校も、塾も、お父さんも好きと答えると、萩野は、僕は心理学の勉強をしているから、さやのちゃんが嘘をついているのはわかるなどと、血迷った妄言を展開した。さやのちゃんは、塾からの帰宅途中で、迎えに出た母親と出会うと、顔を見るなり泣き出した。その夜、さやのちゃんから話を聞いた両親は、塾に電話し、萩野先生に不安を感じると訴えた。しかし、それ以降も萩野の異様な行動は続き、改善が全く見られなかったことで、さやのちゃんの両親は、再三にわたり学習塾に抗議したが、萩野はさらに、エスカレートしていった。11月21日、さやのちゃんが、もう国語の授業に出ないと言うと、萩野は職員室の奥に、さやのちゃんを連れて行き、なんでと、気違いのように、しつこく問い詰めたという。萩野の異様な言動に、周りはすでに気づいていた。ロリコンで、塾の女生徒の髪型や服装に異常に詳しく、授業中に気に入った女の子がいると、何度も声をかけ、そのうち手を握ったり、体を触ったりと、ロリコン変質者丸出しの行動を炸裂させた。授業が終わってからも、ターゲットの女の子を呼び出し、世間話をしながら、さりげなく体を触った。授業中、生徒たちは見るに見かねて、一斉にブーイングしたこともあり、生徒の間では、
キモい、少し変な人という評判で、ハギティと呼ばれ、揶揄られていたという。変質者、ハギの言うの生い立ち。1982年、大手電機メーカーの子会社役員を務める父親と、ヨガや太極拳の先生をしていた母親という家庭に生まれ育った。しつけが厳しいと近所では有名で、スナック菓子は厳禁、友達が遊びに来ても、勉強の邪魔になるという理由で追い返された。ハギノは叱られて、トイレに閉じ込められることがあったらしいが、その度に、出せ、出してくれという規制が、近所に響き渡っていたという。中学では、テニス部に所属。一年後輩の男性、事件当時22歳は、小学時代にハギノと喧嘩した際、ハギノの母親から、うちの子は悪くないと言われ、理不尽にも、謝罪させられたという。塾関係者は、明るく指導熱心だったと口を揃える一方で、影の顔を指摘する声も多く、ハギノは両親と三人で90年、宇治市寺山台の、新興住宅街の新築2階建てに引っ越し、近所の主婦の証言では、ハギノの母は、30歳を過ぎて、できた一人息子と、話していたというが、ハギノは小学生時代から、自宅で規制を上げて騒いだり、登校前に母親を罵るような言葉を浴びせた。皿が割れる音が聞こえた。父母の、もうやめてと叫ぶ声がしたと、すでに異常性を醸し出していたという。家庭内暴力もあったようで、近所の男性の証言によると、家庭では王様のように振る舞っていたようだ。母親が救急車で運ばれたという。そのため、一家と親しく付き合う人は、少なかった。同志社小売高校時代は、全国の過疎の村を巡り、調査、研究をして、報告書をまとめる、地歴部に、3年間所属。同志社小売高校から、学内推薦により、2001年4月、同志社大学法学部に入学。2年生の時、ゼミでは学部内で屈指の人気の、犯罪と刑罰を専攻。子供と遊ぶサークルに所属していた。しかし、2003年頃には、大学校内で学生のカバンを盗むなど、二十数件の盗みを繰り返していた。ハギノは2003年6月、学内の図書館で、女子学生の財布を盗み、警備員を殴り、怪我をさせたとして、京都府警に、現行犯逮捕されていた。その後の京都府警の調べによると、ハギノは2003年6月までに、京都市上京区と、京都府京田辺市の、同志社大キャンパスで、机などに置かれていた、学生のカバンや財布など、盗んでいたという。被害は数十万円相当に上り、当時の動機について、自分も窃盗の被害に遭ったからと、苦し紛れな供述をしていた。ハギノは逮捕され、窃盗と傷害の罪に問われ、2004年3月、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。今回の事件当時は、まだ執行猶予中で、2003年10月には、大学から1年6ヶ月の停学処分を受けた。その翌月の11月から、学習塾、京進宇治新名校で、アルバイトを開始。小学生に国語、中学生に英語を教えていた。裁判。2006年2月20日、京都地裁で初公判が開かれた。ハギノ被告は罪状認否で、すべて間違いありませんと、起訴事実を認め、謝罪した。検察側は、学習塾での指導をめぐり、二人の関係が、事件前年の2004年夏頃から、悪化していたことを挙げ、さやのちゃんの言動などから、一方的に不信感と憎しみを募らせたと、動機を指摘。凶器の包丁を購入した、
2005年12月2日の直前に、明確な殺意が芽生えたとし、さやのちゃんの、キモいという言葉が頭から離れず、裏切られ、恩をあだで返されたと思い込んだなどと、事件当時の精神状態を明らかにした。その上で、計画的な犯行と、具体的な供述内容などから、萩野に完全責任能力があったと主張、無期懲役を求刑した。一方弁護側は、萩野被告は前年11月下旬から、両手で剣を持って、突き上げてくるという妄想に支配されており、犯行はそれに突き動かされた結果などと反論。萩野が事件当時、心神喪失か心神耗弱状態だったと指摘、無罪または減刑を求めた。2007年3月6日、判決公判が開かれ、京都地裁は、萩野被告に懲役18年を言い渡した。判決で裁判長は、萩野の完全な責任能力を認めた上で、本来生徒を守るべき講師が、教え子を殺害した特異な事件で、社会的影響の大きさは看過できないが、犯行直後に自ら110番し、自首が成立すると述べた。さらに、弁護側の求めで地裁が実施した精神鑑定に基づき、萩野被告が、精神療養状態の局面にあったと認定。また、一時的な精神状態の悪化により、事件の8日前に、自宅で被害者の像が見えたことから、像を消すため、犯行を思いついたとした。一方、萩野が犯行直前まで、大学の授業を受け、塾での仕事も支障なくこなしており、凶器を用意し、監視カメラのコンセントを抜くなど、周到な準備をしていたことなどを挙げ、非常に計画性の高い犯行と指摘。精神療養状態は、恒常的なものではないとし、犯行当時、心神耗弱だったとする、弁護側の主張を退けた。その上で、犯行について、あまりに残忍で執拗、凄惨さは筆舌に尽くしがたく、極めて悪質と指断した。量刑の理由については、アスペルガー症候群で、ストレスに弱い被告が、精神療養状態もあったという経緯の中で、犯行に及んだ。自ら犯行直後に110番通報しており、自首が成立する。殺害の事実を認め、被告なりに反省を深めようとしているなどと説明した。検察側は判決を不服とし、3月19日付で大阪高裁に控訴し、翌日の20日には、弁護側も判決を不服とし、大阪高裁に控訴した。2009年3月24日、大阪高裁は一審の京都地裁判決を破棄、萩野被告に懲役15年を言い渡した。判決で裁判長は、犯行当時、被告は心神耗弱の状態だったと見るのが相当で、完全責任能力を認定した、一審判決は是認できないと述べた。控訴審では、犯行時、幻覚妄想状態に陥っていたとする。再鑑定を踏まえ、アスペルガー症候群と、著しい幻覚妄想の影響により、善悪を判断して、行動を制御する能力が著しく減退した、心神耗弱の状態だったと認定し、量刑理由で、塾講師として、塾生を保護すべき立場にあった被告が、殺人者に豹変した凶悪犯罪と指断する一方、反省も深めているなどと述べた。4月7日、上告期限となるこの日までに、検察側、弁護側ともに上告しなかったため、大阪高裁での懲役15年が確定した。今回の事件は、弁護側の毎度おなじみの、心神喪失、心神耗弱という、凶悪殺人鬼を擁護する、ふざけた精神鑑定が採用され、その結果、寝ぼけた不当判決になってしまった事案だと思います。萩野は誰がどう見ても、異常なロリコン変質者で、
幼少時代からすでに異常性を醸し出していたことから、すでに大学生の時にはその偏執的異常性は完成しており、なるべくして起こってしまった最悪な事件だったと思います。判決から逆算すると、萩野はすでに刑務所から出所しており、このような精神異常者の上、気持ち悪いロリコンという性質から再犯する可能性が極めて高く、もしそんな最悪なことになった時、今回の事件の判決において京都地裁にしても大阪高裁にしても裁判長の責任は極めて重いと思います。そもそもこのような構成不可能なタイプの精神異常者を有期刑で社会に放つなど正気の沙汰ではないですし、日本もそろそろアメリカのように精神異常者専門の刑務所を設立することを考察し、そのための法案を国会で審議する時期に来ていると私は個人的に感じます。でなければ今回のように何の罪もない幼い子供が犠牲となり、萩野のような何の価値も生み出さない社会の害悪だけがのうのうと生活する、そのような理不尽な世の中を打開し、真っ当な人が今より安心して暮らせる世の中にしていただきたいと切に願います。亡くなられた堀本さやのちゃんのご冥福を心よりお祈りします。小鳥のお部屋事件ファイル、よろしければチャンネル登録をお願いします。